逆に千葉なまりってあるとか、よくと聞いてくれた。立山弁、房州弁っていうのがあるんだよ。ちょっと待って、みんなに房州弁聞かせるわ。世界一ダサい弁、方言。なんとか貸してとか、わかんないっしょ。なんとか貸してって、何を借りたいのって、聞かれることあるんだけど、なんとかかなーっていうときに、これなんとか貸してとか、すんべ貸してとか言うの。うっちゃらかすとかさ、おっぺすとか。房州弁。加藤純一のお父さんに並ぶ房州弁、講座開きたいわ。うちのお父さんマジ何喋ってるか全然わかんないから。ネットが重い。俺もね、なんか、地元の連中と喋るときは、で、姉ちゃんがすげえ房州弁バリバリなのね。姉ちゃんと喋るときはすげえ房州弁出るんだよな。房州弁取材。一都六県より。房州弁ラジオ体操。なんだこれ。なんていうか全然わかんねえよ。ふんまげて、ふんまげて、反対も。聞こえてる？ふんまげて、おいち、に、さん、し、ご、ろ、体を前に曲げて、着骨3回弾んで、起こして後ろ、繰り返る。超馴染む。1、2、3、4、5、6、ねじる運動。着骨、着骨、着骨。でっかく、でっかく。いいじゃん。1、2、3、4、5、6。足を戻して手足の運動、肩、上、肩、下、肩、上、肩、下、いいじゃん。1、2、3、4、5、6、足を開いて斜め下、ワーク曲げて胸をつんだして、反対もワークをつんだしてそんなんじゃねえだろ。帽子運弁、1、2、3、4、5、6、体を踏ましてくらっしゃい。超言うわ。あ、体を踏ましてくらっしゃいよってめっちゃ言うわ。おっす、めっちゃ言うわこれ。なんとかしてくらっしゃいよっつって、あ、ジュン、我金貸してくらっしゃいよっつって、ガチョガチョシン、開いて閉じて開いて、言うわ。1、2、3、4、5、6、手足の運動。これ房州弁南の方だ、ほんと南の方、ほんと南の方。1、2、3、4、5、6、はい、深呼吸、腕をまっすぐゆっくり吐いて、5、6、1、いいじゃん、一番いいじゃん。1、2、3、4、はい、今日は皆様ようこそお越しくださいました。最後までごゆっくりお楽しみ、ありがとうございました。最近よ、その南房総半島っていう、千葉の本当にシンガポールという先っぽみたいなところがあるの。俺そこの生まれなんだ。で、人口の高齢者の割合が 36% 超えて、日本で一番高齢者が住んでる町になっちまったからよ。おめえらなんとかして立山に移住してくんねえか。俺この通りだよ。俺なんだか、なんていうのかな、やっぱ郷土の愛、郷土への愛みたいなのがすごいの。36% 超えたのね。 36% とんでもないじゃん。100人いたら36人65歳以上なんだよ。で、俺もそのうち立山引っ越すからさ、みんなでマラガとかでヤニ吸いながらあれしようぜ。俺がちゃんとタバコ吸える、なんか未成年でもタバコ吸える場所ちゃんと案内するから俺が。16歳ぐらいでよ、なんか高校は4つぐらいあっから、その中にさ移住してきてよ。だってあれで高木なんとかだってそこでマリファナ吸ってたじゃねえか。一番バレないからね、悪事を働いても。立山マジ無敵だからね。本当に。こぞって目つけて、そこに住み始めるから。立山いいわ。